はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。侍2948です。いつもね YouTube のチャンネル登録とかスーパーサンクスとかね Discord への参加とか本当ありがとうございます。今回の動画はですね、フォールアウト76でこの世紀末的なですね雰囲気を10倍ぐらいに上げるというですねやり方を皆さんに一つご紹介したいと思います。私がですね生放送とか、動画配信動画の録画とか以外で、たまにねやってることなんですけども、雰囲気ね上がるだけで、全然強くはなれないんですが、よければですね、縛りプレイとか大好きな方はぜひね、やってみていただけるといいかなと思います。じゃあとりあえずですね、どんな感じなのか、やり方を説明する前にどんな感じになるのかっていうのね、それをまずぜひご覧ください。ではどうぞ。はい、皆さん今回は議事堂に来ました。で、この時点でですね、皆さん何か画面がおかしいことに気づかないでしょうか。例えば、こういう風にした時にね、表示されるものが表示されていなかったり、あとはですね、普通に見ている時もそうなんですが、表示されるものが表示されていないですよね。これ、ターミナルとか見ても全然表示されない。そう、今回はですね、このやり方をご紹介したいと思います。で、こうするとですね、すごく雰囲気上がるんでね、ぜひ皆さん真似してプレイしてほしいんですけども、あとね、これ以外にもね、まだいくつかね、雰囲気上げるための注意点があるんですが、まず一つはね、バッツをしないでください。で、しないっていうかね、後でご説明するんですけど、オプションからね、完全にオフにするんですけど、で、あとね、サプレッサーとかをね、できるだけ使わないっていうのがね、すごく大事になります。はい。ね、これ、見てこれ。何にも表示されないだけでね、ものすごい雰囲気上がるんですよ。普段はね、なんか左下にね、HP バーとか、放射能バーが表示されてたりね、右側の下の方にはですね、バッツのAP バーが表示されてたり、画面の真ん中にはクロスヘアが表示されてたりとですね、すごくゲーム感が強いんですが、それらをね、全部オフにこうやってすると、こんなにですね、雰囲気上がるんです、このゲーム。で、いきましょう。あとね、こう。よいしょ。できるだけ、サプレッサー武器はね、使わないでください。今回もこれね、ハンドメイドなんですが、ハンドメイドさんね、全然サプレッサーね、使っておりません。で、使わないとですね、わあ、こんな感じで。こっちは死んでんのかな、これ。AP バー、AP じゃない、HP バーが見えないからさ、死んでるか生きてるのかもね、わからないっていうね、謎の緊張感をね、こう味わうことが、やばいやばいやばい。あ、こういう感じでですね味わうことができます。今回はねこのやり方のご紹介です。でこれをねやるとゲームの難易度ねめちゃくちゃ上がるのでね、縛りプレイ大好きな方にねちょっとおすすめしたいなっていうやり方です。じゃあそろそろやり方をね解説していきましょう。まずですねオプションキーね、オプションキーっていうかオプションのセッティングで、ディスプレイねここを開いてください。で開いた時に、いじる場所はね、2箇所ぐらいしかないんですが、ここです。このHUD の不透明度、これをですね、0にしてください。これ、マックスにするとどうなるかっていうと、すべてのですね、表示が今、されてますよね。でこれを、例えば、今度ね、0にするとどうなるかっていうと、不透明度が0ってことは、要は 100% 透明になるんですね。はい。こんな感じで、100% ね、透明になります。で、あとね、このモードの、あともう一ついいところはね、変なものがね、表示されてないから、すごくですね、スクリーンショット映えします。なので、いつでもフォトモードみたいなね、感じです。すごくいい。で、これを、要は録画しておくと、この画面をですね、いろんな機能で録画しておくと、もうどこで、撮影、ね、スクショしても、すべてですね、HUD がオフになっているので、もう、フォトショップ映えするんですね。なのでね、ぜひ、録画するときとかもね、戦闘力に自信がある方、私は、ね、すべて、HUD オフでも余裕ですよ、みたいな人はね、ぜひ、このモードでね、普段からプレイしていただけるとね、いいかなと思います。本当にね、戦ってる感が出ます。なのでね、フォールアウト76ね、飽きた方にもね、このやり方、非常におすすめです。で、あと、バッツを先オフにするってね、言ったんですが、バッツってですね、コントロールのところにあるんですけども、これですね。これ、痛い。よいしょ。ここですね。ここ。で、普段ね、使っているボタン、キー以外のところにね、してください。私の場合ね、右側の、なんて言うんだっけ、これ。忘れたけど、バックスペースじゃなくて、なんだっけ、この棒みたいなやつにしてますけど、ね、普段はね、本当は PC 版9キーなんですけど、これをね、なんか別のものにぜひ変えてください。で、あとね、3人称視点にするとですね、一気にゲーム感増すので、できるだけですね、ファーストパーソンの視点でやっていただけるとね、いいかなと思います。要はこうするとですね、なんでゲーム感が増すかっていうと、
要は視界がですね、現実よりかなり広いんですね。なんかのね、ゲーム開発者の方が言ってましたけど、FPS でね、ゲーム作るときと TPS でゲームね、TPS ってこれね、TPS 三人称視点、FPS は一人称視点、これ三人称、これ一人称。で、FPS でね、作るときってね、やっぱ TPS と全然ゲームデザイン違うそうなんですね。なんでかっていうと、三人称視点はプレイヤーの後ろも横も見えてるんですよね、少し。なので、どっちかっていうともうチートモードみたいな、もしくは超能力者が、自キャラであるっていう大前提でゲームデザインされてるらしいので、その面でですね、いろいろ違うらしいんですね。それをまあ今回のことに当てはめて言うと、要はこれは非現実なんです。どう考えても非現実なんですね。だって横からね、敵が来ても見えるし、後ろから敵が来ててもね、何が来たかわかるし、どんな攻撃をね、まあ、上から食らったのか、ね、左から食らったのかっていう、この視界のね、その状況が全部見えちゃうので、一気にやっぱね、超能力者、もしくはね、ゲームの画面だなっていう風になっちゃうんですけど、それがですね、こう、ファーストパーソンビューにすると、まあ、リアル寄りになるというですね、お話です。あとね、サプレッサーつけるとね、どうしてもゲーム感増しちゃうので、サプレッサーはね、できるだけね、つけないことをね、おすすめしたいと、これをね、結構強く言っておきたいと思います。サプレッサーつけるとね、やっぱね、ちょっとねゲーム感いましたよね。でね、なんか昔ですね、サプレッサーとかサイレンサー、まあ、名前どっちでもいいらしいんですけど、でね、そんなにたくさん連射できるのかって調べたことがあったんですけど、実はね、サプレッサーとかサイレンサーってそんなに耐久性ないものらしいんですね。で、実際なんか水をね入れたりして使うことも多いらしくて、なんか要は静音のために、で、その水って要はなくなっていくもんなんでね、重心のところものすごい高熱になってね、水消えていくもんなんで、そんなね、何十発もですね、何百発も撃てるもんではないらしいんですね。まあ、水使わないものもそうなんですけど、まあ、なのでやっぱサプレッサーはね、ちょっとおすすめできないかなっていう感じです。で、あとね、できるだけね、スコープもね、これやってほしいですね。スコープ。スコープね、皆さんはまあ、普段使うことないと思います。このゲームやっててね、スコープを使わなければならない状況ってほぼほぼないと思うんですけど、みんな罰でやりますよね。でも、このね、やり方ではぜひね、スコープを使って敵をね、ちょっと、狙って倒していただきたいかなと思います。そうするとね、まあ、もちろん、面白さっていうのがね、上がるんですね。なので、ぜひやってほしいなというね、まあ、ただそれだけなんですけど、で、逆にね、スコープを使わないとね、なんていうかな、やっぱね、ゲーム感がね、増しちゃうんですよね。でもスコープを使ってるとね、この、なんていうの、覗いてるところのね、サイトのこの揺れみたいなものも含めてね、ゲーム感がちょっと薄れるのでね、非常におすすめです。今巻き戻ったね。はい。要はこんな感じで、ね、普段まあ息を止めるっていうね、キーを押すことほぼほぼないと思いますけど、ぜひですね、息をこう止めてね、狙っていただけるといいかなと思います。割と直線的に飛ばない。でね、HUD オフにしてるとね、ダメージをどれだけ与えたかってのも見えないので、で敵の HP も見えないんですね。まあ、なのでね、そういった面でも非常にですね、まあ、リアリティ上がってね、いいんじゃないかなと私は思ってます。はい。まあ、私以外ね、このやり方やってるって人聞いたことないんで、HUD ね、100% 透明でやってる人ほぼほぼいないと思いますが、これね、本当にね、リアル感増すのでおすすめです。ね、こうやって。いいね。別のゲームみたい。当たってんのかな、これ。硬い。硬い。本当にこれ減ってる HP。あ、やばい。なんか来てる。なんか来てるわ。ね、で、もたもたしてると。この人たちさ、本当に強いね。なんかでも、スパミュって本当はものすごい強いっていう設定らしいですね。本当は一匹でも街に来ると、やばいっていう。一応、フォールアウトシリーズ的には。ただ、まあ、ゲームの仕様上ね、それだと強すぎるんで、なんか弱くなってるっていうね、話らしいです。昔、誰かが生放送で言ってた気がする、そんなこと。全然知らないんだけど、これ、硬くない？勝った。一応、タイヤーマーなんだけどな。あ、でもね、多分ね、これ、あれだね、パークが全然違うからだね。この画面出しちゃうと一気にゲーム感増すんですけど、やっぱヘビーが立ってるね。まあ、皆さんぜひライフルとかでね、プレイしていただけるといいかなと思います。はい、ライフルの要はパークね。じゃあ、今回の動画ね、これで以上となります。いかがだったでしょう？ほんとね、動画撮影とかしてる人、これおすすめなんでね、あとスクショの撮影ぜひやってください。もう常にフォトモードです。そういった面でも本当におすすめ。要は HUD がずっと映ってないので、
本当にあの動画で好きなところで止めて、でそれをスクリーンショットでこう公開するという感じでですね、もう好き放題スクリーンショット撮りまくりみたいなモードなので、ぜひですねやってください。でこう FPS 視点にしてね、銃もしまうとこんな感じでですね、もういつ静止してもそこが、ベストのなんていうかな、フォトモードみたいなね感じになりますので、ぜひね、やって楽しんでいただけるといいかなと思います。じゃあお疲れ様でした。侍2948、今回はね常にフォトモードみたいになる、まあもしくはフォールアウト76をですね10倍、雰囲気を上げて楽しむことができるというねやり方についてのご紹介動画でした。これ、ね、ずっとこのままだとねさすがに弱いんで、まあ戦闘力欲しいときはね HUD もう一回不透明に戻して、ちゃんと見える状態にしてね戦闘していただけるといいかなと思います。じゃあお疲れ様でした。侍2948でした。いいね、常にフォトモード最高だね。